やふふー。やふふー。すぐに終わりそうな配信の匂いが嗅ぎつけてきました。1時間持たせまーす。舌打ちは文句とみなしません。頑張ります。舌打ちありなんだ。わらわら。文句じゃ、文句じゃねえだろ。出るわ、そんなもん。ゲームオン、ちっちゃいな。ずっと、わら。あ、今の文句ですか。え、今のみんなが文句じゃねえならもう今日配信終わるんですけど。ふく、やふふ。おつ、おつ、おつ。いや、終わりません、まだ。フランスはいいですか？もうちょいか。これじゃわかんねえか。ゲームオンなくね。低い？え、あるけど。ヤフフ。ヤフフ。もっと。え、ミモの画面って多分普通に音量が小さい設定画面的な感じだと思う。だいぶ上げた。対戦画面に行かないとわかんないね。ね。実況入れないんですか？あー、入れた方がいいのかな？入れてみるか。もうすでに文句言いそうだわ。実況に切れそう。どこ？早すぎて草。喋らないでやれるって意味では実況ありの方が楽そう。そうだね、どこ？実況、実況。どこどこで文句ゲージ溜まってきた。キャラ設定のところだっけかな。キャラ設定。マッチングの設定じゃなかったっけかな。マッチング？ここじゃないってこと？くく、うす。どうもー。違かったような。ふく、ふく、やく。やふふー。全然自分で探す気ない見方してるな。いや、今日帰ってくる最中頭痛ーと思って。配信微妙かなーと思ったんだけど、なんか、頭痛いのさ、シャワー浴びると治るんだよね。対戦前 CPU じゃダメなの？てか、まず CPU で私は操作を、覚えるところからなんですけど。え、何ですか？いらないです。あ、大丈夫です。あ、大丈夫です。血流が改善されるから？なるほどね。黒人。え、ちょっと戻ってほしいんですけど。え、何ですか？こんな画面選んでません。確定死じゃないんだが。え、ここで確定させたらうち黒人になるってこと？ちょっと一回ゲーム落とすね。黒人、ちょっと黒人はちょっと。女性でやりたいんで。スイッチって男の乳首もダメじゃなかった？乳首出てましたが。え、でも、ストリートファイターやってる人なんて乳首出してるんじゃないんですか？上半身、半裸の男いらない。うひゃ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 、じゃないが、すごい偏見。やっぱ、涼しくなってきたけど、あんまり体を冷やさないように死ぬ方が頭痛って起こんないのかな。対戦派一番右のとこだな。でも、まず CPU とやるねん。動かないやつと。こっからちょっと、前にもらった文章読んで、操作を若干頭に入れる。靴もそこや。靴とやるのも一番右だよ。はーい。最近朝起きたら寒さに絶望するわ。
でもうち窓開けて寝てるから普通に毛布かぶって寝てるわ。あー寒い朝最高って思いながら 何回か寝直し。オンラインの一番上のとこ。はーい。え、まランクじゃん。ランクじゃないんだが。ヤフフ。とりあえずそこ見てみて。ああ、そういうことね。設定だけ。ああ、ありがとう。え、有名な人？え、誰？有名な人？はい。有名な人？あるすき。お腹の調子。え、すごい。どれが好み？いや、わかんない。デーモン閣下ぐらいしか知らないんだけど。何？二人選べるってこと？高橋ひかるです。よろしくお願いします。あ、へぇ。悪口言わなそうな人にしよう。デーモン閣下が解説ってどういうこと？知ってる人で。でも、ここ誰も知らない。メインが実況、相づちが解説者。ごめん、無理。ストレス溜まりそう。ほんで、どうしたらいいんだ？マッチングでオフラインにするの忘れないで。どうやんの？これストリートファイターか？そうです。別に、なんか選ばなきゃいいんでしょ？あ、一時、あ、なんか右、左押すと一時停止中になるわ。ちょっと待ってください。CPU 戦ワンオンワン、あ、ワン、これでワンオンワン。実況設定派そのまま適用になってる。あ、あるわ。でも動いてほしくないんだが、まあ、いっか。まずはステージ選択。選ぶのは戦いの舞台が設定され、次はその役者を選んでいく。ガンガン喋るやん。え、これこの音声流していいの？はい。動かない方がいいならトレーニングモードで欠かしにできるよ。選んでいく。準備は整った。動いてほしくなったらトレーニング。でも実況刺されない。なんか配信者が喋る隙を奪われる。お腹の調子はですね、やばかったんですよ。さあこのマッチアップどうなるか展開に注目していきたい。そんなそれ好きないじゃん。どうせ配信者喋りながら追いかけねえよ。今から喋らないでやりたいなら実況あり、そうじゃないならなしのがやりやすいと思うよ。ビシバシやり合ってるところが見たい。トレーニングやりますね。すいません。トレーニングこれか。配信おとといのたこ焼き配信で食べ終わった後すぐトイレにこもったんですけど、やばかった。マジで喋ってらんなかったもん。みんな食いすぎると咀嚼をするのがただただしんどいね。まあ120個だもんね。わらわら。そう、しかもなんか普通にゲロ吐いてトイレで。久しぶりにゲロ吐いたけど。しなかった。ゲロ吐いた。うんち出ろーと思って、あの踏ん張ってたら うってなって上から出てきたわ。なんか全部液体だった。ね、ネギロってワンチャン死ぬよな。もらったメモ読みます。立ち回り B がリーチの長い蹴り、 B が長い蹴り。え、あきちんと消化されてたらってこと。 A が短い、 X は A よりリーチが長く B より出る。使いやすい通常技ガードされても大丈夫。B ってじゃあいるのって。 B は X は B より短いってこと。そう。
チュリ使いじゃない人以外知らないと思うんですけど。スマホだから余計な文字入ったたこ焼き消化されてました。あー、なんか確か若干やっぱ吐砂物だから。でも例えば道端で見るような吐砂物ほどの吐砂物ではなかった。ほぼほぼ液体じゃんの吐砂物だった。あとなんか若干便器の結構上から吐いたけど全部便器の中にちゃんとヒットしたわ。なんかゲロ吐くの悪くないなって思った。マジでゲロ吐いたらすげえ楽になった。わらわら RT RT それまた焼いて食べたら永久期間の完成だったな。リアルに想像させないでフプスやってるだけある。マジすごかったよ。みんな座るところに一滴たりとも吐かなかった。4回吐いたのに。まあまあ上から4回吐いたのに一滴たりとも便器に、便器の座るところには落ちなかった。ありがとうと思った瞬間、うん、全然上げて湧いたわけじゃないのね。わら、そう、いやもうだってうち踏ん張ってたから。え、マジ？え、上からって思ったら上から出てきた。あ、そっか、わらわら。パンツも上げきる前に入ってたわ。前はい。これ全部頭に入るか。瞬時に体勢変えたのか、わら。座りながらヒットさせたの？いや、座りながらは無理。で、その後なんかこれ胃薬飲んだ方がいいんじゃねって。うん。胃薬飲んだ方がいいんじゃねって思って、胃薬探したけど胃薬なくて。シリマル出しで4回吐いてヒット率 100% に変わられる。ハウス脱いだまま発酵系エグいな。うん。なんか、あんなに胃薬持ってるって聞いたら、ない、ない。カレーの回数分まとめて書いたからついた筋肉でも覚えたら十分だよ。ないけど買ってくるねっつって買ってきてくれたわ、胃薬、旦那が。お前そんないい、お前そんないい男だったっけって思った。え、入り、1.2リットルまでしか入んないんだ。まあ水めっちゃ飲んでたしな、後半。胃薬のおかげか、あの、翌日は、なんともなかったです。な。胃薬なんて久々に飲んだけど、なんかマカロンみたいな形してたわ。白い皮に包まれて真ん中になんか。たまにはいい旦那アピールしとこうかなって。いつも旦那下げしかしてないから。X へ同情し、投げ。あ、投げね。はいはい。一番近い距離。A が当たる。A 当てると、あ、A 一回やってるともう A 次当たんない距離に下がるんだね。Y が、これか。前 Y。前 Y。あ、前 Y、普通の Y が回し蹴りで、前 Y が上にぐるぐるぐるね。で、前 RTY。ん？ポケモンのチャールムに見えてきた。どんなんだっけ、チャールムって。X。うち。XABY 前 Y Y いるでしょ、元気にしてるなら配信画面上に。これしかまず覚えらんないかも、投げ。これだけ覚えたらいけると思う。まずやっぱ CPU かな。コンボも見た方がいいと思う。何もない状態で使う技じゃないから覚えるのもうちょい後でいいよ。下へ後ろへ。たまたま暴れまくってるよ。そうでさ、たこ焼き121個食ったけどさ、実際119個だったんじゃねって思った。ポケモンと合わせてあげないのひどい。だってみんなも言ったら、でも手持ちポケモン、いつでもランダムで変えれる状態なんだぜ。名前つけれるわけでもねえし。YB が必殺技か。後ろ Y やると
数字が溜まるんだけど、その状態ではよっと強い飛び道具が出るって感じ。後ろ Y、 後ろ Y、 後ろ Y、 左上に数字どこ、後ろ Y どこ、あー左上の N99 ってやつ、体力の真ん中の下、全然違うやん。ヤッフー、どこ、はい、あーはい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 、あ、そっか、配信時間みたいなたまるもんな。結局、あ、明日から100日 A チャレンジやります。 Twitter で、ゲン X でよろしくお願いします。ベンタブのペン買ってきました。見つかんねえから。見つかった、見つかんねえ、見つかんねえ。部屋マジで工事しまくったけど全然見つかんねえから買ってきた。買ったのか、お疲れ様だね。見つからないのくさ、何やるの。絵を描きます。なんかスタンプ、スタンプっていうか、まあスタンプ100日書き溜めたら、ここから 1,2 個ぐらいスタンプ売れるんじゃないかな。でもあんまり意識しないで書くかも、書き慣れてないから。いや昨日マウスで書いてどうにかなるかなって思ったけど、やっぱマウスで書けるは書けるが、時間がなって、これ毎日 1,2 時間書くなって思って買ってきた。3,000したわ。ペンタブ本体買った時6,000したのに、ペンだけ買うのに3,000すんのかと思って。コンボこれしか覚えられないかも。 LB、 下 A、 下 A、 後ろ Y、 下 A、 後ろ Y、下へ、全然できない。下、下へ、後ろ Y。合ってる？アシストってどうやんだっけ？なんかさ、押しっぱで。何が違うの？下へ、後ろ Y。え、これ違うの？合ってんのか違うのかわからん。死体が当たる直前には後ろ Y 押すって感じ。ショールレジュー、ヤックス。お、いつもビッツありがとうございます。ヤックス、オッケー、今のできてた。これ？あーあー、なんか2ヒットって出たな。それ、そうそう、むず、全然出んやん。2ヒットって出てたら成功。全然出んの。あー出た出た出た。で2ヒット出た後はどうしたらいいんですか。これヒットが出るから、なんなん？ヒットが出たら何がいいの？だから起き上がるのマジで攻め継続だけど。2ヒットしたら？これで今いけると思う。1日に全て覚えきれないのはわかるけど、今の状態で私は。そこから先まで覚えようとしたら大変だと思うよ。とりあえずこれだけで行ってみるか。確かに覚えられる気しないけど、でもこれで対戦いけるのかなと思って。グプでできるようになったか試してみたら。確かに。この前はグプレベル6まで行ったんだっけ。行ったかな、行ったと思う。私の出番だね。これランダムってないんだ。あ、これが追加されたキャラね。見せてもくれないやん。見せてくれるわ。
確かにな。なんかこのキャラ見たことあるんだけど、アキってキャラ。どうなんみんな。みんなの判断によるかも。うちの中では文句じゃない。でもみんなの判断が文句なら、文句か、な。嘘。じゃ、どっかの配信で見たんか。甘い判断になっちゃうかもな。え、みんな。ルーク、なんか今空飛ばなかったか。どうなんだっけ、下へ後ろへ。これガードも覚えた方が良くない？へえ。ね、今日のさ、X のトレンドに入ってたけどさ、バキドーチャンネルがアホモとコラボしてたんだが、みんなアホモやんの。今アホモ入りとき、もしかしてなんか入ったら写真集と5000ポイントがもらえるらしいんだが、若干迷ってます。見てないんですけど、バキドーチャンネル。え、なになに、バキドー、アハモっていう。いやでも5000ポイントが。え、だからコラボしてるってこと。すごいな、 YouTuber バキドーチャンネルってそんなすごかったんだと思った。さっきの勉強した結果、全く生かせない戦い方だったかない？登録者100万超えてた気がする。へぇ、王かな。最近うちその、いや、これもはっきり知らないけど、バキドチャンネルって数人でやってんの。なんか旅行行ってたよな。若干ツイッターで見かけた、それだけ。投げには投げだよな。下へ後ろ合い、下へ後ろ合い。え、みんな自分のキャラが右側に来たら後ろの向きも変わるんだが、ごく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 当たり前のことなんだが、初心者にはちょっと。下へ、え、下へしてんのにな。下へ、え、下へってこれだっけ。よくあるんだ。なんでなんないんだ。下へ、え、なんでなんでなんで、え、ひどい。え、右にいるからじゃない。え、右にいるから。下、ほんと下ワイだわ。今文句いくらでも思いついてるけど、褒められてる。案外10分20分で終わる配信じゃなかったわ。でも、え、これまあそうね、そうね。やっぱさ、プロコンも触るから X と B の位置が違うんよ。覚えた結果を全く活かしてないって。下へ後ろへ、下へ後ろへ、下へ、下へ後ろへ。
割と真面目なゲーム配信なのかも。ホールドまで仲いい強しビー必殺愛とりあえずインパクトルフアシストリテイト投げるとモック言えないから溜まるしかないんだがこれ固定しといてられないわらわら靴のレベル下げてもいいかもよ。ピン止め普段どれほど文句言ってるかわかる。4回吐けたら気持ちになるね。ジャック A、B ジャック A 声出さないでジャック A、B ジャック、ジャック中 B、Y ジャック中、ジャックはぁ、あカカシさんが書いてくれたのボタン設定を書いてくれただけだから今後とかじゃないよ。文句言えないから笑うしかできねえ。あのマウスパッド洗ったんですよ。いい加減油がなんか染み込んでて若干滑りにくいなと思ってた。マウスパッド、マウスパッドの洗い方ってなんか塗る前につけてしばらく置いたら石鹸で洗うらしいんだが、めんどくせえから。いや、違います。お湯につけてるだけでもいいんじゃないって思って。なんか人間のその皮脂とかが浮かび上がってくるらしいよ。攻撃が X ボタンっていう設定のことね。人によって違うから、油染み込んだ時点で買い直すけど洗ったのえらい。いや、うちも買い直そうと思った。でも買い直そうと思ったら1000円だったから、1000円かと思って洗い直した。復活するんやろなと思って。でもめんどくさいから、お湯につけて、お湯につけただけだったんよ。お湯につけて、で、陰干ししたんだけど、なんか、汚れが浮き出た状態のまま固まってるだけだったわ。石鹸でちゃんと洗わないといけないらしい。違うね。ピザ作ってさ、ピザのオリーブオイルが染み込んでるっぽいんだよな。手を抜いたばかり。これが CPU レベル4ってマジなのですか？オリーブオイル果ての皮脂じゃないと聞いたけど、いや皮脂も常に染み込ませてるし、ピザ作り配信でオリーブオイルを触った手でまーすしたんやろな。これで靴レベル4に3連敗です。常に染み込ませてるっておもろい。みんな実際 CPU とだけ戦ってて上手くなる？いや、この状態で人間と戦ったら見てもいられないのはわかるんだが。へえ。じゃあ耐えれそう。なんかコンボを意識してさ。そもそも誰だから強くなる一方だよ。靴相手に勝てないと人とやっても勝てないのでは。これはそう。何を考えながら靴と戦うかすごい大事。じゃあ雑談なんかしてんなってこと？今のなんかためパンチとかどうにかできそうだけどな。突きやり攻撃だろ今の。ちょっとヒス構文に片足突っ込んでたな。雑談しながらでもいいけど、それまでやったことをしっかりできるようにできたら実践でもできるよ。インパクトって教えてる。これでしょ。インパクトこれじゃない。
もらった文章のまだ4分の1ぐらいしか読んでないと思う。頭に入らないから。インパクトとジャンプ攻撃ハマだ書いてないです。ないらしいです。あ、プネロさんのドムってことね。あ、でも一応インパクト当てて使えるコンボ破壊だかも。え、これさ、え、何で刺すんだこっち。これ上はいいだけで4334ヒットするやん。へえ、前はい。でもそれがアドされたら相手の攻撃 100% なんでも当たるよ。あ、そうなの。もうインパクトを止められたわ。でかくなった。いるかわからない外人のために、日本人の視聴者が邪魔だというなら若干小さくするんだが、外人意識してやがるぜ。まあ、少しでもね、あ、すごい。え、初めて見た。奇跡あんなあるんだ。両方取れることあるんだ。みんな今からジュリから剣に変えるのってどうみんな今からジュリから剣に変えるのってどう。いや別にジュリが嫌なわけじゃないんだが、どっちが使いやすいとかあります。剣のがコンボむずいよ。そうなぁ。え、コンボって何がいいの。コンボって何がいいの。コンボの何がいいかわからない。コンボを続けられればはめられるってこと。ああ。へえ、なるほどね。そういうのも知らなかったから、ようやく今コンボの重装したわ。ただこうやって殴ってるだけじゃコンボにならないと。誰が考えたレシピですか？誰が考えたレシピですか？料理人がいるってこと？どうやんだっけ？下へ。みんな得でなんかバズったね。うちもみんなの得女子になりてえ。みんな見た？今日のトレンドの一個、もう一個。へぇ。へぇ、そうなんだ。そう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 。なあ、れはなんなん、港区生まれな。港区に働きに行ってるみたいなことなの。1000万の年収が貧乏人扱いらしい港区は。
なんでミノトクってそんな特別扱いな？ミノトクすげー。あれ、俺が女だったらおごってもらってごちそうさまって言ってるかもって思った。うん、まあ一番悪いな、その呼んだ友人なんだけどな。それはなんなん、おごったら一発やれたんか。おごるメリット何、女に。やらせてもくれなさそう。何？綺麗な私たちとご飯食べれたでしょってことは。そうなん。一発100万とかがじゃ。今のインパクト返しみたいなわけじゃないのか。合コンとかいうの人生で一回も行ったことないんだが。アシスト、アシスト、アシ、どれだっけアシストって、アシストってどれだっけ。最初その戦い方してたんだけど、そしたらお白ゲージだねみたいな。RP、 はい、お白ゲージ、白ゲージみたいな状態になってた気がする。そんなことないかも。あれ、確かに。この距離だとこの技だなって分かれば強くなる。なるほどね。白ゲージで端に追いやられるとはめられるっていうか瀕死状態になるみたいなの。分かった。ほぼほぼガチャだもんな今。なんか。インパクトされた時のボタンなんでしたっけ？インパクトにはインパクト返しみたいなないんでしたっけ？あるよ。白ゲージやん。配信者の脳みそを育てよう。それ脳トレゲームやるやつです。素早くこっちもインパクト。 LB、 LB がこれ、え、 LB、 え、待って、 LB って今ない LT か。え、 XA とさ LT 一緒なん？変えてない。いや、うち、LT、RB よくわからない。久しぶりに見た。頭に入ってこねえ。RB、あー、パリ、パリ？パリってど、パリ、これ、これか。パリ中ってでもなんかパリってこれガードじゃないの？ルブが左人差し指でルトが中指じゃね。あ、え？どっちも人差し指でやってたんだが。え？中指って LT に置くのそもそも？あ、そこからです。全部使うんだ。あ、減ってくんだっけ、パリしてる最中ゲージが。そうだからちゃんと分かって使わないと一瞬でゲージなくなって白くなっちゃう。パリを失敗だと絶対ですね。なるほど。
今瞬時に LB を押してみたけど何もなし。違うんだ、絵の具の背景になったらインパクトじゃないんだ。今日さ、ヒガンバナ見たんだけどさ、ヒガンバナってなかなかなんか見る機会なくない？見る機会ないけど、おーヒガンバナじゃん、綺麗だなと思って見てたら、どれがどれかわからないですね私は白いヒガンバナ、ヒガンバナを見たんですって話をしたくて関東では見ないけど、地元ではよく見たかも。様子落ち着いてやってるね。さて絵の具出たっけ。白いヒガンバナなんて初めて見たから調べたんですけど、九州、基本九州にあるらしいです。でも東京で見ました。山形ない、多分山形マジないと思う。綺麗だった、綺麗だったから写真撮ったけど一部枯れてたからみんなに見せるほどではなかった。へえ。でも違うんです、白いヒガンバナの花言葉はいつも思うのはあなたのみみたいな、なんかそんな花言葉だったんですけど結局花言葉っていうのは誰が決めてもいいものなので自分で決めていいんですけど。花言葉いろいろあるよね。でも綺麗な、一部枯れてなかったらポストしたんだが。ドムってドライブラッシュ書いてます。まだ書いてないです。らしいです。みんなも殴られてみると分かるんじゃない？やっぱ今からパンチ当たるわって思って顔歪むと思うよ。今やってるジャンプのアスミかける結構面白いと思うんだけど、掲載順がどんどん後ろに行くんだが。今教えられたコンボだけとりあえずやろうと思ってます。あとパンチのなんか距離感を。成長してるんですか？これがインパクトじゃないの？今ルークが一瞬やってきたやつが。今のインパクト。そうですね。自分のラッシュ派いきなり入らないですわ。すいません。なんか。文句言わないようにするとテンション下がるっていうか、テンションがいつもより低くしないとっていうか。そうなんだ、テンション下がるんだ、わらわら下がるっていうか、なんだろう、高くすると出ちゃいそうだから抑えてるかも。いや今押したけど間に合わなかったな、インパクト返すやつ。
いや、ふーんって、ふーん以外になんて言えばいいんだよ。やっふー。いや、ありがとうございます。23ヶ月ありがとうございます。支えられてます。元気出ました。サブスクした人はサブスク通知してください。元気出ます。いや、歌ってって言われない場合に歌わない。そう、なんか、ポリ分が 70% になるらしい。今歌えるかな。はい。5分ぐらい練習していいですか。なんかみんなのために歌わなきゃった時以外やってないから一発で弾ける気がしません。どっちもです。だって全く何も覚えてねえんだよな。ほんまやで。やっとなんか体温上がってきたな。体温上がりきるまで無駄に厚着してたんだが、体温上がると頭痛なくなるわ。ハッピーバースデー歌ってたっけ。いや。あ、チャンネルポイントで言われたやつ。いや、うん、された。されたけど、ちょっと催促されないからいいかなって思って、ちょっとなかったことにしちゃった。次の配信でやりますっつって。いや、時間がっつって、次の配信で催促されたらやるかと思ったら、催促せずに普通にチャットしてたから、ああいいのかなと思って。違うんです、福山雅治さんからはちょっとリクエスト待ってます。ギターは無理です。ウクレレでいいですか。私人からお金は借りません。あ、こんなんあるんだ。へえ。じゃあ気分転換に一回行くか。気分転換大事。ランクマハいつからすか。いやー、いつから行こうかな。ちょん、別にいつでも行っていいかなって思ってるんだけど、ランクマ行った瞬間文句言って終わるかもしれない。もう1時間なの。嘘。1時間配信やった気なし。まだ20分ぐらいの気持ちだったわ。いつでもいいよ。最初はまけて当たり前、行った瞬間終わるかも。はだいぶおもろい。わらわら待ってね。その前に葛飾ラプソディとハッピーバースデー。でも負けた瞬間やめたら何も覚えなくない。考えるだけで全然変わるよ。てかハッピーバースデーの人いるの。ツー
フーデス君みたいな名前の人いる？若干その人だった気がしてるけど、その人がチャットに現れたらやるか。 G なんだっけ、 GCEA だっけか。ハッピーバースデーでつないすぎてて草ではある。いや多分ハッピーバースデーってわけじゃなかったと思う。本当に誕生日だったわけじゃなかったと思う。いや、誕生日なんですなんて誕生日なんですっていう全然アピールしてこなかったもん、その人。みんなの声を奪うね。動画見ながら全然弾けないんだよね。いや、ガンガンチャットしてたよ。今広告見せられてます。イコライザーっていうなんか映画やるらしいです。今オイシックスの CM 見せられてます。なんだっけ、コード忘れるんだよな。 E7 ってなんだ。イコライザーザファイナルだって。これか。あ、これか。いや、オイシックスはね、買いだけど、絶対それに、絶対ではないか。5000円分のクーポンがついてきて、で、1回注文5000円か4000円以上ごとに、1000円のクーポン使えるから、その分なんか、買い物しちゃうことになると思う。で、プラス、1ヶ月で、なんか3つ、1週間のうちに、3つ、無料で、なんか牛乳とか、納豆とか、なんか謎のものを選べますみたいな謎の、その、コードっていうか、それもついてくんだけど、だから1ヶ月間だけ、やたらオイシックスを注文しちゃう期間になると思うわ。C7 って何ですか。これか。いや、まあやったことない人はマジで一回はやった方がいいよ。お得ではある。こうして終わる
るんだね。かつしかしばまた幸せだってなくして気がついたバカな俺だから。覚えてねえな。すいません、弾けませんでした。もう帰っていいっすか？気に入らねえわ、ちゃんとできなくて。コードが全然わかんなかった。ゲームってあんの？こんな、なんか、本当にこのコードで私やってたのっていう難しいコードばっかり出てくるんだが。いや、気に入らねえ。前の方がうまかった気がするから、気に入らねえ。FM なんだ。 E は E7 はでもこの音がしょぼくないか。え、文句言った？うち今なんて文句言ったの？じゃあこれやったら終わるか。中川に浮かぶ夕日をめがけて恋しよけたら靴まで飛んでジョギングしていた柱に滝のまんまだと笑われたのさ。どこかに元気を置こうとしても葛飾亀あり中指を一つ変わらない街並みが妙に優しいよ。明日もこうして終わるんだね。葛飾市はまた幸せだってなくして気がついたバカな俺だから。ダメだ。結局確認したこと何も弾けなかった。ストロークの弾き方、一音足りてないと思う。てか、弾くたびにさ、文句言うけど、人差し指と中指の爪の間の肉が真っ赤になるねん。指の当て方が全然なんだ。ストロークで文句言ってないけど、でも文句言ったんで終わります。ありがとうございました。明日から、100日チャレンジやりますね。まさかの終わり方で。くさ、ハッピーバースデー、次回に持ち越しということでね。お疲れ様でした。おつお疲れ様でした。なんかコメントがいっぱい。お
レードしたい。あ、あ、なんかやっぱ指定位置とかわかんないとできないね。やめときます。どこに飛ばされるのかな、ワクワク。レードしてくれ。じゃあレードするか。絡んだことないけど。ご存知でないです。レード歓迎タグあるかな。ないと思うんだよな。でもフォロワー同士だったら多分レードってしていいよね。します。